スカマンドロスはギリシア神話の神である。オーケアノスとテーティウスの子で、小アジアのトロワス地方を流れるスカマンドロス側の家臣である。ホメーロスによれば、神々はクサントスと呼び、人間はスカマンドロスと呼ぶとされ、トロイアの人々はスカマンドロスを深く信仰したという。スカマンドロスはニュムペイのイーダヤーとの間にテウクロスと娘カリロエー、ストリウモを グラウキアを設けた。テウクロスは、ダルダノス以前に、トローアス地方を支配したとされ、カリロエーはその子孫である、トロイアをトロウスの妻となり、また、ストリウモーもトロイアをラーオメドオンの妻となった。トロイア戦争ではアキレウスがスカマンドロス側で、トロイア軍を殺戮したとき、スカマンドロスは怒って、パイオニアの武将、アステロパイオスに勇気を与え、アキレウスを打たせようとしたが、 逆にアキレウスはアステロパイオスを撃ち、さらにパイオニア勢を殺戮した。このため、スカマンドロスは人の姿となって現れ、川が死体で溢れていることを非難し、川の外で戦うよう言った。しかしアキレウスは効かなかったので、大水を起こしてアキレウスを押し流そうとし、トロイアの兵に対しては水で追って保護した。アキレウスは、 水の勢いに耐えられず神々に助けを求め、アテーナーとポセイドーンがアキレウスを励ました。これによってアキレウスは川から抜け出して平野に向かったが、この大水で平野は水浸しになり、死体が浮き漂ったという。アキレウスに逃げられそうになったスカマンドロスはシモエースに助力を求めたが、ヘーラーはヘイパイストスに命じて激しい大火を起こさせた。これによって、 平野の水は乾き、死体が燃え、さらに川の水が煮えたぎったので、スカマンドロスはたまらず降参したという。ありがとうございます。